さあどうも皆さんこんにちは。今日は、初めて見たんで買ってきた業務スーパーのキャベツたっぷりミニお好み焼きです。こちらですね、 300g で178円なんで、まあ、そこまで安いってわけじゃないんですよ。で、製造がですね、製造というか原産国中国ってなってるんですよ。キャベツ、ネギ、卵、小麦粉、植物油脂、ブドウと生姜汁、まあお好み焼きですね。で、正直言ってですね、国内製造のたこ焼き買った方がコスパもいいですし、まあ、味の比較はわからないですけど、たこ焼き美味しいです。この間また買ってしまいました。国内製造なんですよね。業務スーパーの商品安いものはほとんど中国製造なんですけど、まあそれはいいんですけど、今日はキャベツたっぷりミニお好み焼きを食べていきます。冷凍のものなんですけど、冷蔵庫ですでに解凍してあります。作り方はチンするだけでいいんですかね。電子レンジで加熱後、フライパンまたはオーブンで表面を軽く焼いていただいてよろしいかな。たこ焼きの匂いがする。生姜ですね。生姜の匂いがします。もう分かりますね。美味しいです。タコの入ってないたこ焼きです。うまい。再加熱しました。いいですね。たこ焼きの方が美味しいですね。完全に。ですね、まあ、キャベツが多いっていうのは評価できるところであるんですよ。まあ、キャベツの味というか匂いはほんの少しですね。で、まあ生姜もまあ汁が入ってるんだなくらい。大体お好み焼きってそんな生姜のイメージじゃないですよね。で、だしも効いてるわけでもなく、すっごいそっけない。まあでもお好み焼きってこういうもんか。ここにマヨネーズとソースをかけて、海苔かけてっていう感じですから、安いからそのあんまり美味しくないっていうわけじゃなく、まあ、お好み焼きってこういうものかっていう感じかな。まあソースかけなければね。あ、というかまあお好み焼きはソースとマヨネーズかけて完成ですから、まあ、だからこれだけで評価しようっていうのが、まあ、間違ってますわね。商品としてはだからまあコスパも味も普通っていう評価になりますね。